台湾人彼こそが第二の大谷だ。台湾プロ野球の珍風に注目が集まる。WBC 終了後に発表された公式オールスターのラインナップでは、大谷翔平選手が最優秀投手と指名打者の2つの枠を獲得し、台湾のファンから台湾に大谷入ないのかと羨望の眼差しを向けられました。多くのネットユーザーが中心兄弟の二刀流珍春の名を挙げた。多くのネットユーザーが中心兄弟2部チームの珍風を二刀流と名付けた。ファンからトラオウタトラの愛称で親しまれている珍風は、現在中国野球チームの中心兄弟像に所属し、投手のポジションで通常は右投左打を担当している。現在25歳、身長180センチ、体重 99kg。 子供の頃から野球が好きで、小学4年以下から梅南小学校のリトルリーグに所属している。以下台湾人の反応。無理だろ。2023年に台湾にも大谷が生まれる。二流の二刀流だね。大谷の才能、努力、能力がなければ難しい。彼は第二の大谷になれるのだろうか。彼は二流のナイフだ。確かにどちらも行えるが、結果が出なければ意味がない。5年前ならその評価も納得だった。大谷翔平は世界に一人しかいない。逆に大谷の凄さがわかるな。ご視聴ありがとうございました。